雪乃、久しぶりね。元気してた？私は大丈夫です。それより、セイバードゥースの宿で騒ぎがあったと伺いました。ああ、あれか。心配すんな。お前の仇は取ってやる。私のことなんて気になさらないでください。試合に負けたのが悪いんですから。いいのよ。私たちが勝手にやってるんだから。仲間を捨てるギルドなんて許せない。そういうことだ。それじゃあ、私たちは行くね。 なんだと？ ああ。
何？何？ちょっ！ああ Lucy. なるほど。そうだな。え？あ。へえ。なんだと？そうか。それは。今日の競技パートは何かな？魔力測定？なんだろう？単純に力比べだろうな。どのギルドが一番強力な攻撃を出せるか。それなら夏に任せた方がいいのかな？そうとも言えないようだぞ。仲間と連携することで高得点が得られる仕組みらしい。ふん、誰が出るか慎重に決めた方が良さそうね。俺に任せろ！
俺が行く。俺に任せろ。本日は簡単なゲームを用意しました。魔力測定器 MPF。 この装置を攻撃することで魔力が数値として表示されます。一定時間内に与えられた魔力の合計で競います。フェアリテールの皆さん頑張ってください。カポ。残念な結果となって、やはり今年も最下位なのか。くそ、修行が足りねえのか。本日は簡単なゲームを用意しました。魔力測定器 MPF。この装置を攻撃することで魔力が数値として表示。一定フェアリテールの皆さん、バトルパートの相手はと。ちょうどよい。皆集まっておったか。じっちゃん、どうしたんだ、そんな顔して。これが騎士と出るか京と出るか、たった今 AB 両チームの統合命令が運営側から言い渡された。レイブンテールの失格により参加チームが奇数になるのは困るとのことじゃ。なので両チームを一つにして新規5人でチームを編成しろとな。点数はどうなるの？低い方に準ずるらしい。ひどいねそれ。しかし運営側の判断なら仕方ないか。でも考え方によっては最強チームを作れるわ。関係ねえ、全部倒す、そんで優勝。燃えてきた。ちょっと、まあ夏らしいか。
よし。